速価値の久保でございます。私もね FX の相場解説を続けて毎日時にはね1日に5回ぐらいやってもうね4年ぐらいになるんですけども、さすがにここまでやると FX は上達しますね。私はねもう FX 負けないと思いますこれから。ただねずっと続けていくと10年ぐらい続けていくと大きなねドカーンという損失っていうのは誰でも食らうと思うんで、私の考えとしてはなるべく早くね FX の世界から退場して FX で稼いだお金を長期投資にどんどん放り込んでいきたいなっていう気持ちはありますね。まあまだまだね FX 続けますけどね。で今回ね今日は相場がないんでちょっとお伝えしたいんですけども、あの FX をね半年とか1年とかやってるんだけどもなかなかね結果が出ない方、私は暗記が不十分だっていうところ、そこには全く疑いがないんですよ。それからトレーニングとして例題をやってないってことも多いと思います。もうこれはね私の完全なるね受験勉強のやり方に合致しちゃってるんですけども、まずは暗記項目をしっかりとやって練習問題をいっぱいやってそれで実践に向かう、要するにね模擬試験とか入学試験に向かうって形なんですけども、多分ね暗記項目とか練習問題ってものが積み重なってないと思うんですよ。それこそこれをね1日に、まあ、2時間3時間とは言いませんけども、しっかりと30分なり1時間ねやっていかないと、例えばね資格試験、司法試験をこれからサラリーマンしながら取ろうと思っている方も眠い中毎日1時間とか2時間とか勉強すると思うんですよ。そのぐらいやんないとやっぱり私たちはね基礎が身につきませんから、その上でお金をチャリンと入れて実際にエントリーする、要するにこれが試験に向かうってことですよね。それを繰り返して勝てるのか勝てないのかってことだと思うんですよ。まあ FX には明確な資格試験というのはありませんけども、資格試験があったら私は間違いなく合格だと思います。しかもかなりの高い平均点です。FX の初級編と言いますかね、とりあえず勝てる人みたいな試験があったら私はもう90点以上で合格だと思うんですよね。で FX で資産を例えばね、1年間で1000万2000万以上稼げる人みたいな試験があったら私はねまあギリギリ合格かなっていうところですね今ね。で、FX でもう無限資産ですね、億っていう金額を稼げる人みたいな上級者の試験があったら私はまあ通らないと思いますんで、私は自分の位置っていうのを確かめているわけですけども、皆さんどうですかね。 FX やっていていまいちね勝ってる時も実感がないし、やるたんびに負けるんではないかなって恐怖があると、で自信がついたとはとても言えないというところだと思うんですよ。それはですねなんで自信がつかないかっていうと、暗記に自信がないからだと思いますよ。そうでしょう。暗記もしてないし、例えばチャートを見た時にその中で、ね、私がねよく周りの人に試験出すのはこの中でハラミヤシが何個あるかを答えてごらんっていう時に、ハラミヤシって何っていうような質問とか、ハラミヤシが見分けられないってことになると全然話にならないわけですよ。こういうふうな基礎的な練習問題から、じゃあここでねここでこのゾーンを引くとしたらどこに引けますかっていう試験に対して、私の例題に対して合致した答えを引けるっていうのがまあいないんですよ。ということなんで、こういった試験を積み重ねていく上でも私はね新しい FX 専用の速価塾オリジナル教材をちょっと作っていこうと思うんですよ。速価塾のプレミアムとは別ですよ。プレミアムっていうのは中村トレーダーの教室で私も受講させていただいたんですけども、サービスは基本的に終わってますんで、これからね途方に暮れた人向けに私なりの、私はまだね中村トレーダーほどのレベルがないんですけども、それだけに身近なアドバイスができると思うんですよ。でその中の一つ第一弾が、毎日何を覚えていけばいいかってことを1分か2分にまとめたメールマガジンを発行してね、で毎日ちょっとずつそこで覚えていただくと、覚えてない部分は覚え直していただくってことを、まあ少なくとも3ヶ月なり100日を繰り返して、その後でやっと実践に行きましょうかって形にしようかと思いますね。まあこういった FX の日々の積み重ね、こういったね、私の発信にお付き合いいただく方がいれば、まあ協力というかね、お申し込みいただきたいかなと思います。もうちょっとしたらね、これも発行しますんで、まあ少なくとも10月の頭には出せると思いますけども、早ければね9月中にリリースできるかなというところでございます。まあなんとなく埋まっていただければと思います。そのうちにねもう今 FX をやってる人もどんどんね興味が失われていくとも思うんですよ。せっかく意識を高めて取り組んだのに。通常でしたらやればやるほど意欲が高まっていくはずなんですけども、やればやるほど意欲がそがれていくみたいなね、そんな方もいらっしゃるんで、そういうことってのは一時が万事で他のことにも通用すると思う、通用っていうかね移っていくと思うんですよ。例えばせっかく苦労して就職した会社、毎日働いていたら不満が募っていくみたいなね、こんな働き方はしてダメですからね。で私もサラリーマンやったことがありますけども、日々やる気はどんどん高まっていったはずなんですよ。だって社会が見えて、お客さんが見えて、同僚や上司や部下が見えるわけですから、どん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 やる気になっていくと思うんですけどね。
まあどうですかね。まあそんな形でね、いろいろと申し上げましたけども、これからの FX にもご協力、ご期待くださいですね。はい、よろしくお願いします。